はい、和菓子お兄さんです。ということで今日はですね、なんとですね、美味しい米粉パンの抹茶パンですね、抹茶味の米粉パンがたったの3分半で作れちゃう、そんなですね、美味しい米粉スイーツのレシピをですね、ご紹介していこうかなと思います。この米粉パンですね、抹茶の味がしっかりついてて、あの抹茶のふんわりとしたあの濃い苦味というか、まあ苦味っていうか風味ですよね。風味、あの抹茶の風味がですね、こうちぎった時にもうめちゃめちゃ匂ってきたら、こう米粉の匂いと抹茶の匂いでもうですね、もうノックアウトですよっていうぐらいですね、そんな美味しい米粉パンの抹茶風味の味のパンをですね、今日はですね、ご紹介していきたいんです。これがですね、本当にたったの電子レンジでただ混ぜるだけで失敗なく作れちゃうんでね、めちゃめちゃ簡単に作れちゃう、誰でも作れちゃうレシピですね。ぜひね、これね、もう食べてみたいっていう方はですね、ぜひ作ってみてください。もう動画を見た後にはですね、もう速攻作りたくなっちゃいません。というか、むしろこれはですね、もう作らないともったいないです。ということで、そんなですね、美味しい米粉抹茶パンの作り方、今日はご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、早速作っていきたいかなと思います。でもですね、これマジでめちゃめちゃ簡単なんでね、ほんと一瞬でできちゃいますよ。米粉を 90g です。はい、米粉を 90g 測ったら、次はラカントを 20g です。ラカンっていうのはですね、まあ、低糖質糖の太らない砂糖なんですけど、これは普通の、通常の上白糖とかグラニュー糖とかでも大丈夫です。次は抹茶を 4g 入れます。ちょっとですね、勢い余っても大変なことが起きてしまいました。こう倍以上入れちゃってますね。これはちょっと大変ですね。ということで、ね、ちょっとうまいことで回収していきます。はい、ちょっと頑張ってね、4g まで減らしました。まあ、正確にはね、4g なので、これぐらいにねしてください。まあね、濃かったら濃かったで、まあ、濃い味を楽しめるので、まあ、それはそれでいいかなと思いますけど、っていう感じですかね。で、次はですね、ベーキングパウダーも、4g です。じゃあ、お次はですね、サイリウムって呼ばれるですね、この大箱っていうやつに入れていきます。この大箱、サイリウムを 8g です。で、あとはですね、これをですね、こう全体に馴染むように混ぜていきます。こんな感じですね。こう全体がね、馴染んでますね。こんな感じで混ざれば OK です。そしたらですね、卵を1個入れます。お次は豆乳をですね、75g です。今回使ってるのはですね、キッコーマンの調整豆乳。まあ普通に、まあスーパーとかで売ってるやつですね。まあこれがですね、一番合うかなと思います。まあない場合は牛乳でも OK ですね。ただ今回はですね、この調整豆乳の方が味がですね、しっかりしてて合ってましたね。次はですね、油を 5g 入れます。で、あとはですね、これで材料が全部入ったので、これを馴染ませていけば OK です。こんな感じですね。結構ですね、ほら、もっちりですね。米粉が入ってて、まあ、サイリウムっていうね、水分を吸う、まあ、結構ね、吸ってくれるんですけど、そういうのが入ってるからですね、結構ね、ほら、この状態でもっちり感がありますね。こんな感じになればもうですね、OK です。お次はですね、こういうね、まあ、お皿を用意して、これにですね、クッキングシートをね、敷いていきます。お皿にですね、このクッキングシートを敷いたら、準備 OK です。まあ、正直、クッキングシートは敷かなくても、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫ですね。まあ、ラップとかでもいいんですけど、今回はですね、クッキングシートをね、使っていきます。で、あとはですね、この、できた米粉パンをですね、これを4等分にして、ちょっとね、丸めていきます。ざっくりでいいですね。別に決まってないので、だいたい4等分かなっていう感じですね。こんな感じでですね、手を濡らすと結構くっつかないので、こう丸めやすいですね。こんな感じでですね、手でコロコロコロってして、こうね、丸めるだけで OK です。で、そしたら置いていくって感じですね。まあ、綺麗にしたい人はね、こう、イボイボをね、中に埋め込んでって、こんな感じで埋め込んでって、まあ、ちょっとね、和菓子職人のやり方なんですけど、これ。まあ、パン職人はね、またちょっと違うのかもしれないですけどね。ですると、ほら、結構ね、表面がまん丸になりますね。こんな感じにすると表面が綺麗になりますけども、まあ別にそこまで気にしなくてもね、OK かなとは思います。はい、ということでですね、こんな感じでですね、綺麗なまん丸に丸めました。今の状態だとちょっとまんじゅうっていうか、
よもぎ餅みたいな感じなんですけど、まあこんな感じでね、丸めれば OK です。で、あとはですね、これをチンすれば美味しいパンに変わっちゃうわけですね。ということで、600ワットで、3分半ですね。3分半チンしていきます。はい、チンなりました。お、結構ですね、ふっくら上がっております。膨れてます。はい、ということで、美味しそうな米粉の抹茶パンですよ。できました。すごいですね、抹茶の風味がすごくて、これはですね、これ食べるの楽しみですし、こうめちゃめちゃね、ほら、もちもち感がすごいんですよ。かなり、もっちもちです。これはですね、ちょっと食べるのめちゃめちゃ楽しみで、テンション上がっちゃいますね。ということで、早速食べてみたいと思います。うん。お、すごい。いや、これはですね、ちゃんとした、もう抹茶パンですね。もう甘さは結構控えめにしてるんで、甘くはないです。なんかこう、食事パンみたいな感じで、こう、一日一食置き換えるみたいな感じで、まあなんだろう、普通の食事パンみたいな感じで食べれますね。なんか甘さ控えめなので、菓子パンっていう感じではないです。なんでまあ使い勝手はいいのかなとは思いますけど、まあ甘くしたい人は、まあ砂糖の量をちょっと増やしてみたりとかしてみても、こう美味しくね、こうそれだけで菓子パンみたいな感じで食べれるかなと思います。こう甘さ控えめで食事パンで抹茶の風味もあるんで、普通にパクパクね、食べれちゃいます。これはですね、もっちもちで腹持ちもすごくいいです、これ。うん。美味しいですね、これ。はい、ということで、我が商人さん、こんな感じですね、美味しいパンとか、スイーツとか、そんなもんですね、投稿してるチャンネルです。ということでですね、こう、和菓子職人の、技術と、なんかいろいろ詰まり込んだチャンネルなのでですね、ぜひね、見てみてください。美味しい動画がたくさんあります。ということで、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくね。ということで、そんな感じで、よろしくお願いします。そしてですね、和菓子お兄さん、和菓子をですね、実は、お店をやっております。ということでですね、オンラインショップのストアからでもですね、美味しい和菓子お兄さんの考えたスイーツがですね、もういっぱい、あるので、ぜひそちらも見てみてください。そしてですね、和菓子お兄さんの商品を自分のお店に置きたいとか、こう、転売したいみたいなですね、そんなですね、卸もやっておりますので、ぜひぜひそちらも、概要欄から見てみてください。ということで、次の動画も美味しい投稿あるので、ぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。